スペーシー80ですね。はい、こちらのスペーシー80はですね、現状販売という条件にさせていただきたいと思います。古いバイクです。はい、それゆえデザインもカクカクいたしております。それゆえ今ではっては当たり前のように思われるものが当たり前じゃなかったりします。例えば皆さんね、メットインいいじゃないですか。シートを開ければそこにはラゲッジスペースがあるっていうのは今のは当たり前の考えだと思うんですけど、この時代のバイクはね、当たり前じゃないんですよ。ガソリンタンクがあります。はい、この世代だとこれが当然だったんです。ちなみにメットインっていうじゃないですか。まずスクーターの下が小物入れになったのはこれの次の方のさらに次の方です。はい、でそこで小物が入れられるようになったんですけど、ヘルメットが入るようなスペースじゃなかったんですね。でそのさらに次になってようやくヘルメットが入れるまでになったんですよ。だからシートの下に物が入って当然っていう考え方自体ですね、誰かが発明したものの上に立ってるっていうですね、面白い実例です。はい、であとあのこちらのオートバイはですね、よいしょ、フォーストなんですけど、ツースト全盛の頃のフォーストなんですけど、メーターのところを見てもらうとですね、ちょっと面白い世代的に、まず燃料系、それからデジタルのスピードメーターになってますね。もうこの時代ですでにデジタルだったんですよ。でもアナログに戻ったじゃないですか、ね、やっぱりアナログの方が良かったのかなって、このね、チェッチャッチャって変わってゼロになるっていうギミック、これは未来をイメージしたんでしょうけども、こういう未来をイメージしたものっていうのは実を言うとすぐ陳腐化してしまうんですね。でコストの方ばかりが見えてきてしまうので、未来をイメージしたこうしたメーター類っていうのはですね、かつてよくあったんですけども、なくなっていく運命にありました。でなぜか電圧計がついてます、ボルトメーター。昔はね、電圧が重要だったのかな。であとここにエンジンオイルって書いて青いんですけども、ここにキーを挿すとですね、こうプチってこれがリセットされるんですけど、エンジンオイルの交換時期がですね、赤くなると交換だよっていうのが見えてきます。でこのダイヤルはトリップメーターですね、こうやってゼロに戻りますね。はい、であとは車から流用してきたかのようなこのハイビームのランプと、ウインカーの指示のインディケーターがあって、ライトポジションとハイビーム、設定できます。はい、これなんだろう、これがハイビームのオービームだ。でこれが、ポジションとヘッドライトのオンオフですね。はい、そんな感じで、エンジンかけたいと思うんですけど、ちょっとね、バッテリー上がっちゃってるんですよ。充電すればなんとかなるとは思うんですけど、一応もうこれは現状で出すので、そうしたことはうちではやらないです。乗って帰らないで、なんか積載車等で持ち帰ってください。はい、積載車っていうか普通に軽トラとかで乗ると思うんですけど、じゃあちょっとバッテリーを持ってきてるので、よいしょ、格安でお出しして、ます。それは現状だということなんですけども、一応これは、走ってはいたバイクです。なので現状エンジンかかりますし、噴火も効きます。ブレーキ、ヘッドライトもつきます。はい。そうですが、どうしてもですね、格安でお出しする手前ですね、こちらで、何かこう、手間をかけるということがですね、どうしても難しいです。はい。なので、よいしょ。現状の条件ということで、値段をぐんと下げいたしますので、こうした古いバイクに、ご理解いただける方の、ご購入をお待ちいたしております。はい。
で、ちなみに小物入れ、物入れ、こっちにあるんですよ。またね、バイクを降りないとアクセスできない位置にこうやってあります。はい。なんだろう、これ。何かの蓋がついてます。こんな感じのやつだな。これ入れておきますけど。あ、ここの蓋ですね。はい、こういうことですね。この中についてます。スペーシー80の動画はうちでも他に上げてますので、ちょっと細かい説明は省いちゃいますね。まあ、もし、興味があってですね、こうした古いバイクでもいいよというですね、ご理解のある方でしたら、どうぞということです。納車に関してなんですけども、陸送もしくは、積んで持ち帰るという形をお願いします。重ねて申し上げます。現状というのはですね、現在あるこのままの状態ということです。こちらで、点検したり整備したりというのはですね、一切省かせて、いただきます。で、それゆえのですね、価格低廉化でございますので、ご理解いただきたいと思います。はい。そんな感じで実動状態のスペシー80ですね、お安く出しますので、どうぞよろしくお願いします。